本日開封するのはこれやね。ゼロから始める世界の生活かの映画ですよね。まあ、だったらゼロってやつか。ね。ゼロ。で、ね、メダルカードは全36種の映画が1枚と感じて。で、ね、豪華金ほど欲しか。ね。感じで、これが始まります。今のキャラクターレアカードが、これが68と84と感じで。こういう感じでありますよ、みたいな感じだね。パッケージにはこのキャラクターの名前。見たことないから名前は知らんねんな、俺。ね。でもヒロインやかなんか、ヒロインやけどな、悲しみ系のなんか、ヒロイン、どういう説明していいけどな。やってるなんか、これさ、そのラムかリムラムか。かわからんけどな。なんか、この中でどっちかっていうけど、見たことないからわからんけどな、俺は。どっちか入ってわからないな。あとなんか、もう一つあったような赤いやつも。ね。で、赤いやつ。確か、白猫にもやっぱ、カラボちゃったもんな。確か、ゲームの主役でな。それか。では、早速、回復する準備をしますか。回復する準備ができたから見てみようか。まず最初のやつは、誰やこいつ。まあ誰か別に全部見たことないかな、みたいな。おっと、みたいな。何これは、これは何かの魔法使いみたいな、まあ、使者みたいな感じかな。ゲスキーストの、まあ、あれ、ゲスト、担当しとくか、奉仕やね。牧師みたいな感じなのかな。あ、なんか二等身バージョンじゃんか。なんか、ガッシーみたいな、確か、ハンターみたいな、ハンターじゃねえわ、あれや。シャーマーキングな、こういうのよったような、こういうカプセルみたいな入ったやつ、こっちやろ、確か。ここになんか針がツンツンみたいな。あれやつ。鉄砲兵、なんか。それはね、やっぱ。だよな、これが、嫉妬の魔女。伝えたいでね。ごめんなさい、見出せって言われて、わかんないよ。ダップ、わかんない。ダップ、わかりませんわ。まあ、こういう感じ、怖いキャラけど、きつい、怖いキャラけど、怖いキャラみたいな感じなのかな。どうなの？見たことありませんわかりませんわな。まあ、いいか。次は、もう。いや、これパッケージに出てないか。やっとメインキャラクターあれか。ラムネムか。ねえ。なんか、ラムかネムかなんか、確かレムやって、こうやってか。なんかレムが一番人気なんですけど、ヒロインがあるけど、なんかこっちがヒロインになんか変わって感じで、やっと変わったのかな、変わってんのかわからんけど。ねえ。感じ、まあ、兄弟やったか、お姉ちゃん、妹やったっけ。ラムとか言ったかな、こういう感じで。これね、詳しくは知らんかどうか。アダメは別に2バージョンか。これの、まあ、薄く見やすいだろうな。これ金箔欲しいやね。金箔欲しいね。あれんかなぜやな。買ってみやけど。はい、ね。こういう感じだと。次は何でしょう。誰や。また知らねえやけどや。誰や、ね、レグナスレグナスレグナス、レグナスてか。まあ、なんか、嫌みなキャラクターやな。見た感じ。魔法使い師から強力担当って感じだね。大罪司教の強力担当がいても。わからんからな。説明もなんか説明くれや。まあ、説明ってわからんけんの、俺は。感じでね。まあ、さらってみるのかなんか。わからんか、さらってみるわ。次は、お、
こいつはちょっと名前出てこんけど、名前出てこんけど、これはちょっとな、名前出てこんけど、なんだっけ、あ、ビアコか、なんか図書室みたいな、図書室館みたいなことで、俺客で話すか、結構年食っとるよな、しか詳しくは知らないからな。これも結構人気の客であった話かね、ビアコは。まあ、これキャラクター的には結構好きけど、俺の個人的には。まあ、こんなロリが好きって犯罪あるか。まあ、これだけね、兄ちゃんと、いやー、長谷川学科のこと兄ちゃんと、あただ、なんだかかっといて人間っていう、なんですか、最後の、なんですか、なんか。長く聞く気でね、人間みたいなことやな、確かな、あの、これは確かの、性格でとか、確か。感じで。ラスト、ヒロインキラが出てるんけど、まあ、いっか。わからん。確か、これ、なんか、YouTube で見たかったんだけど、名前は知らないな、もう。なんか、まあ、詳しくも知らんかな。ミネレバーでんかな、多分。お手から。お手から、お手からくださいね。感じで、恨みはございますし。だから、だからせめて。せめて、日本語書いて。嫉妬にまじほざいたら、歌いたい。嫉妬とかは泣き虫けど、こういうの、泣き虫なんかな。殴り出したと言われて、危うい人々を殴り出したと言われて、なんでないか。ないんで、殴られて安いと思ったら、殴られたらどういう向かいや。まあ、こういう感じだね。最後に出たやつもう一回見ようか。なんか白くて白いやつ、白髪のやつか。で、カッチャーンのやつか。カッチャーンってやつ。なんか、量がないやつ。全く知らないキャラクターで。で、ビアゴーやね。で、ヒロインではないキャラクターの二人メインやね。で、ラメはこういう感じよか。ラメはこういう感じ。二等身。で、二等身なくてガッチャンキスね。むっくり。で、ラストのこれやね。これに対しても、俺、見たことないからな。白猫でコラボしちゃってもね、全然ガチャ出してんから。このキャラクターでガチャ出してんからなかなかな。あと何や。あとはカルテットくらいや見たくらいか。世界カルテットくらい。あと嫉妬な、なんかあれやろ、ガラガラ濃いやつ。松岡さんが言ってたな、なんか、なんかね、めっちゃ喉つぶしとかみたいな感じで、結構ね、わしとんね。で、あとはこれな、ウサギか、なんかウサギのキャラクターもいや、なんか、ウサギっぽい名前じゃないかな。で、YouTube みたいなね、情報を聞いて。なんかめっちゃ、めっちゃえげつないウサギほどとは嫉妬ね。それだけだよな、嫉妬のは。この、動画を見てくれてありがとうございます。面白かったね、この動画の評価、まあ、高評価の方をお願いしたいですね。まあ、評価というか高評価のとこもできるようにお願いします。まあ、まあね、バットでもいいけど、専用のバットでもいいけど、それも、普通の判断やからな。あとね、この動画以外にもたくさん動画があるからね、500何本ぐらいあるんですか、動画。確かに。まあ、それ見てください。まあ、動画見てくださいね。あともね、この概要欄の方に、まあ、TikTok とか Twitter の URL からそっから入って、まあ、フォローの方お願いしますね。TikTok はちゃんとやったわけね。1週間後だけ1週間休んで、1週間してて、1週間の方出して休むの方がしな。まあ、いいか。で、まあ、最後にはね、このチャンネルにもちょっとチャンネルの登録の方もよろしくお願いしますね。それじゃあ、また次の動画で。